誕生日が近づいてまいりました。いいね、そんなワクワクできて。誕生日にこんばんは。いや暑い。 28.8。 あれスケッチブックどこやったっけな。ヤシルパンさん、クマありがとうございます。誕生日だったのでケーキ食べました。おめでとうございます。お誕生日翼ほっしーさん、素晴らしい。ケーキ食べて、ケーキ食べてて、誕生日といえばケーキだよね。村さん、タコありがとうございます。こんばんは。お誕生日どんちゃんタコありがとうございます。こんばんは。この間誕生日でゆきりがに会ったのにお祝いしてもらうの忘れた。いつだろう。まだまだ暑い日が続いてますね。今日めっちゃ暑かったくない？お昼びっくりだよ。余裕で30度ぐらい超えてますよ。こんばんは。はるさん、花束ありがとうございます。なかなか秋らしくない。確かにもう10月なのに。今日で9月終わりですね。みきやくん、タコありがとうございます。でも朝らしいなじゃないわ、秋らしいなって思ったのは朝6時で薄暗かった。目が覚めて、夏だったら明るいのに6時薄暗くて、今日天気悪いんかなって思ったけど、秋が近づいてるから。こんばんは。ねっ、遅くなってるよね。多分東京は6時でも明るいんだろうけど、東京マジ早いから。広島はね、6時でも薄暗かったの。コロンさん、ハートありがとうございます。9月ラストか。日の出5時35、早いよね。でもそれでも遅くない？なんか東京に行った時、真夏に4時半とか明るかった。だから4時半ぐらいになんか始発あるじゃん。4時台5時前とか。おいもちゃん、愛してるギフトありがとうございます。始発5時前ぐらいなのすごすぎる。考えれない。田舎じゃ早くて6時半とかだよ始発は。マサさん、ラブレター
ありがとうございます。ね、真っ暗だよね。朝明るくないとしっかり起きれないよ。広島も5時前の始発ある。マジ？でも新幹線はさ、言うて6時ぐらいじゃん。6時半とか。田舎の始発なんてめっちゃ遅いよ。やあやあ。おやすみー。こんばんは。明日もお祝いされに来る。そうちゃん誕生日明日ね。明日もまあ配信は多分10時ぐらいにすると思うので、こんばんは。背景と同化してる。灰色、クリーム色、灰色。こんばんは。タクトさん、ハートありがとうございます。今日のラテありますけど、もう結構溶けてる。氷溶けたらって飲んでたらね、なんかあれなんだな。今日のラテ、こちら氷溶けてるからめっちゃ薄くて、そうなんか何飲んでるんだろうってなるよね。明日酔っててお祝いできなかったらすいません。え、ホルヨイフェス行くの？ホルヨイ、こんばんは。ここカフェラテですね、今日のラテ。ルイさん、バラありがとうございます。行きたかったけどな、中途半端だからな。こんばんは。子供の城ってどの辺だろう。こんばんは。0時になった瞬間にお祝いしてほしい。0時までできるかな配信。こんばんは。23時くらいにすればよかったね。こんばんは。どんちゃん手まりありがとうございます。ホロ酔いフェス行きたいけどな、悩ましい。
いつかは何をやるんだろうねって、ね、いつかはそうだね、パフォーマンスとかじゃなく、なんだろうね、まあ何やるんだろう、明日はね、6日のレッスンがあるんですよね、アイナン。ふんまふんま、なんか一回実家入ったらさ、もうめっちゃ実家帰りたくなる。しばらく帰らんかったらマジで全然帰らんけど、一回帰ったらちょっと帰りたくなるの。モマさん、タコありがとうございます。アイナンの大抵は出てないんじゃないかな、どうなんだろう。わかります、わからんだろう。わかる。実家帰りたいですか。よしこ、あいな、私でも別にあれなんだよな、スケジュール教えてもらってないからさ、まだあいな、みんなが知ってる情報しか知らないですよ。告知文しか知らない。開催時間11時21時。ね、2階はあるけど時間は知らないです。こんばんは。ゆうたパパさん、お疲れ、ありがとうございます。2階あるけど一人違うのって、まあ若干違いますね、あんま言えないのでその辺は。まるまる一緒ではないです。こんばんは。夜結構遅いね、9時までいるのかな、どうなんだ、帰れる9時までいて。こんばんは。花火、ね、花火あるらしいけどわかんないわ、見れるかな。行くか迷ってます。え、おいでよ、愛媛じゃん、愛媛ちゃん。これはリップ&チークなので、余ったらほっぺに塗ってます。
ほっぺの方が赤くなってるっていう。最近ハマっているものは何ですかって、最近ハマっているもの、こと、なんだろう、ものか、ものか。最近ハマっているものはサンマルクカフェです。かな。2日連続、そうだね、そうそう、だから多分ハマってると思う。こんばんは。まあこれは理由があってサンマルクカフェなんですけど、なんかデリバリーサイトで、あのカフェがサンマルクしかないの。スタバがあるならスタバで頼むんですけど、サンマルクしかなくて、そのアプリは、カフェが。だから私コーヒー系飲みたくて、スタバとかあるならスタバに変えたいところですけど、カフェの選択肢がサンマルクしかないんですよ。そう、だから。でも1000円クーポンと780円クーポンが8枚あって、あとそれも使いたくて、そう、そうだからカフェラテとクロワッサンとホットサンド頼んで500円です。すごくない？お得。っていうね。ちょっとクーポン使いたくて。で、クーポンでカフェラテ飲もうと思って、サンマルク。500円ぐらい。得なのです。カフェラテ飲んだら甘い。俺は甘いね。カフェラテはね、砂糖入れないと甘くないよ。全然苦い。こんばんは。サンマルクに行くべき？行かなくていいんじゃない？こんばんは。ハマってることね、なんだろうね。逆にあります？みんなハマってることなんかないかもしれない。私は休みの日はもう寝まくるんですよ、本当に寝まくるから。なんだろう、皮膚科に通うこと？なんで？そう、休みの日は寝まくってる。でも実家に帰ってたら寝まくれないので、朝起こされるから実質なんか起こされるから休みって感じはしないけど、8時間寝ただけで腰が痛くなった。年だね。そう、実家はね、もう9時とか10時とかには起こされるから、10時半には家出るよーって。
だからあんま寝れない。インビジブルマンさん、ハートありがとうございます。こんばんは。ゆきりかさんは秋服を買う予定はありますか？僕は明日行こうと思っています。いいじゃん。でも秋服って言ってもさ、秋って一瞬じゃん。マジ10月11月ぐらいの服だよね。言うて一瞬だよね。服いるかなってレベルだよねって思った。冬服はどう？ね、私服はね、でも結構店行かなくて、買うとしたらゾゾタウンで買うから。広島にねないお店なんだよね。広島って秋祭りあるのって。でも土日に宮島かどっかで花火あったくない？ついこの前の土日、多分土日が祭りだった。この前の こんばんは。でもまだ浴衣着てる方がいたんですよね、広島駅に。だから多分土日が祭りシーズンだったのかもしれない。浴衣の方も何名かいて、普通に私が帰省から帰ってきた日曜日、土曜日か、土曜日、あの土日は結構祭りがあったっぽい。広島で TikTok 見てたら、宮島かどっかで花火って書いてたし、祭りの土日だった。この週末に愛媛で楽しい祭りがあるね。愛媛いっぱいありますよ。こんばんは。祭り、クリスマスマーケット楽しみ。広島台風が心配。来てる台風。10月になると祭りがいっぱいね、商店街とかね、特に。こんばんは。週末来そうなんだ台風。あいなんじゃん。台風、こんばんは。台風来てるんだね、全く知らなかったよ。水木金どう？雨だ。こんばんは。週末は晴れます。
くなると大変。大丈夫だよ、日曜日は晴れるさ。予報もまだ雨になってないし、日曜日。カズイさんハートありがとうございます。何しよっかな、この周辺の掃除しようかな。急に最近ね、掃除もハマってるんですよ。でも掃除しすぎてもう捨てるもんなくなったから、ちょっとこの辺散らかしてるからお掃除しようかな。こういうね、なんか開封した袋とか、これは多分スケッチブック。掃除にハマってるんですけど、捨てすぎて新しく捨てるものはない。もうこれとかもさ、開けていいじゃん、中身だけ。掃除しよう。あれ、よし、よしよし、ゴミも捨てよう配信ね、ミニマリスト。まだ開けない方がいい、マジ。だってスポンジって使うじゃん、このまま取っとけってこと。これはメイクスポンジだから飾るもんじゃないんですよ、中身だけ。開けちゃうよ。かわいい。開けないとね、使わずに保存してしまうから、開けないとっていう思考ですよ。これ開けずに保管してたら溜まってっちゃうから、開けて使おう。私はね、変わりましたから、そのまま使う、いつか使うかもって。変わったので、私は部屋をきれいに。全部袋から出そう。全部袋から出してと。こんばんは。使わないので、ゴミ袋持ってきた。よいしょ、ゴミ袋持ってきました。急に始まるお片付け配信。えい、えい、えい。今やらなくても、だって暇だもん。何するじゃん。
両立だよ両立。これ配信スペースだから配信以外いないんですよね、ここに。公開片付け、メイクポーチ。昨日の配信以降ここに座ってないから、配信中じゃないとねここあんま やらないんですよね。早めに寝てください。でも今日はお休みだったからいっぱい寝たの。喋りながらするからうるさいか。そう、配信スペース、お風呂はうるさいね、やめようか。散々寝ました。何時間寝たと思う？本当に自分でもなんかすごいなって思う。じゃあビニールは触らんようにしますわ。ビニールじゃないやつ、紙袋とか。15、20、18。しかももうみんな自分のこと分かってきてるからさ、普通じゃない時間出してくるわ。おかしい時間出してくる。うるさいか、これもうるさいな。後でやるか。ゴミを出したいんだよね。28は寝れないでしょう。昨日10時ぐらいに配信したから。20時間ぐらい。まあもし配信終わってすぐ寝たとしたら、昨日多分23時半ぐらいまでしたんかな。20はいけるか。配信終わってすぐ寝たとしたら頑張れば20はいける。いや、いけないか。10時、いけるぐらいか、ギリいけるぐらいか。まあ、正解は17時間です。2時に寝まして、起きたのが20時半ぐらい、多分17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12、1 2 3 4 5 6 7 8 18 か、18かな。あ、18だ、正解。でも久しぶりの超睡眠でした。久しぶりのロングスリープ。途中何回起きた？でもほぼ起きてないよ。途中はそう、あの宅配で一回起きたぐらい。そう、もうすごいでしょ。みんな私のこと分かってるから、何時間だと思いますかって言った日はもう18とか出してくるから、普通じゃ考えれないじゃん。でももう、あ、そう、おはようツイートはちゃんとしましたよ。きつねさん、タコありがとうございます。そう、普通の人間18とかじゃないけど、休みの日に。私はもう、あ、そう、その間何も食べてないです。10月タコパするよ、タコパ。こんばんは。タコパ？あ、トリケラトプス？予定合うかな？忙しそうじゃん。どうだろう。こんばんは。あいこじぐらいならすぐ誘えれるかも。あいこじぐらいと。こんばんは。アイコ呼ぼうかな。いつ来てくれるか。
タコパするなら土日がいいんですかね。やっぱ見やすいタコパぐらいなら平日でもいいですかね。タコパ3人も揃えるのはきっと難しいけど、アイコだけとかリコチだけとかならいけそうですけど、平日でもいいか。なっちゃんならすぐ呼べますけどね。タコパやけん平日でもいいか。土日にしようと思ったらまた余計難しくなりそうだしね。タコパはでもやろうとは思ってるんですよ、一人でも。トリケラトプスでもまだ時間あるよ、アイコジまだあと数ヶ月。トリキュラトプスで思い出したけど、アイコジのプレゼントコーナー、プレゼント何プレゼントコーナーに小島って置かれてあって、その真ん中にトリキュラトプスのぬいぐるみ置かれてあって、アイコジのところに。だからアイコも恐竜届いてるんだなって思いました。アイコのところにトリキュラトプスのぬいぐるみがね届いてたの。なんか袋から出してて、袋と袋の間にね置いてあったんですよ、トリケラトプスのぬいぐるみでも可愛い感じのやつ、リアルなやつじゃなくて可愛い感じのやつだから、愛子にも恐竜届いてるんだなって、そうトリケラトプスだって思った。なんか袋から出してたから見えた。タコパ。なんか見える感じに飾ってあったんだよね。袋から出してあって、もう出してあったんですよ、なんか。だからね、2人のファンの方にもトリケラトプスを送ろうっていうファンの方がいるんだなって思った。ぬいぐるみこんな感じぐらいの。タコパ、いつしようかな。こんばんは。10月、もう10月か。よいしょっと。ゆきりかって思いついたらさっと掃除しますかってします。掃除消しとくか。これは最近お菓子コーナーにいたウーパールーパーです。カエル
こんばんは。メールの宣伝ね、明日だ。明日、明日からメール取るとお得、月始めお得でございます。タカさん、バラありがとうございます。カメレオンもいる。そう、カメもいるんですよ。ウーパールーパー、カエル。でもこれランダムじゃなくて、ここに出るやつが書いてあるやつ。選べる。でもこれしかなかった。ちょっとウーパールーパー可愛いなと思ったけど、よく見たらカエルも可愛い。カメレオンは可愛くない。もう開けてるんですよこれ。じゃん。可愛くない？手乗りフレンズ。どこに飾ろう。こういうのなんかインターホンとかさ、どこに飾ろうかな。手のリフレンズ。ウーパールーパーが人気そうなのに、ウーパールーパーが残ってたんですよ。ウーパールーパーがさ、可愛くない？こんなかやったら。か、カエル。ね。意外だよね。これが残るなんて。じゃん。ウーパールーパー。っていうね、ものです。初見です。こんばんは。玄関か、なんかインターホンの上とかにね飾りがちなんですよ。でもちょっとでかいかな。インターホン無理だな。今インターホンの上にはナノブロックのちいかわがねいるんです。テレビ台とかインターホン。こんばんは。ちいかわ。外のインターホン、エントランス。あ、実家とかの。お、誕生日メールありがとうって。お誕生日おめでとう、マサパンダくん。来れたのね、配信。よかった、誕生日に。誕生日おめでとうを書きます。来れた。よかった。何してたの今日は。仕事。次のページ。仕事だった。ケーキは？ケーキ食べてない？
誕生日か。レモンサワー飲んでた。お酒好きだっけ。明日も仕事だよね。めっちゃ平日だもんね。最近はどうですか？プライベートは。こんばんは。プライベート聞かないで。でもマサパンダくんは結構充実してるんですよ、高頻度で。だから最近はどうなのかなと思って。よし、書けました。マサパンダくん、お誕生日おめでとうございます。昨日タワーをいただいたので、おめでとう。おめでとうございます。たまには現場においでよね。たまにしか来ないので、たまに。こんばんは。まあお仕事とプライベートが忙しいからね。こんばんは。これぐらい祝福受けたかった。誰に。でもこれは
仕事とプライベート、仕事とプライベート。タワーをね投げてくださったので昨日何もなくて書いてるわけではないんです。タワーのお礼です。これみんなにはだからみんな全員には書いてないんだけど、こんばんは。でも誕生日にタワー投げるという、タワーのお礼のお誕生日おめでとうです。モップさん、かわいいギフトありがとうございます。23時23分お祝い予約、そう、お祝い予約、昨日ねちゃんとメイクしました。マサパンダくんが来るかなと思って今日は寝てたけど、メイクしました。お誕生日予約、予約されてたから予約入ってたので、あ、当日予約もできますので、明日ですね。こんばんは。わざわざありがとうございますって、ありがとうございました。こちらこそ。誕生日まだ20代ですか？長かったよな。あと数十分、あと34分もあるじゃん。1年に1回、確かに。あ、30代突入した。ラスト20代って言ってたんだっけ、マサパンダくんが昨日。マサパンダくんだったっけ。ラスト20、こんばんは。ついにか。30代、気づいたら来るよね。いやいや、そうだ、ラスト20代って言ってたのか。30歳。
俺の青春20代よかった。よかった。満喫できたんだったらよかったです。いいな。充実してた20代いいね。私も充実した20代過ごさないと。もう半分だ、25になるから、次で半分折り返し。胸ゆき、大学と仕事尽くし、素晴らしい人生です。仕事、仕事漬けだった、すごい。ね、ちゃんと仕事できるか不安ですわ、私は。逆に生活リズムバラバラだから、今ちゃんと社会人になれるか、仕事できすごいです。残業100、1ヶ月で100時間忙しすぎだね、それは。100か。ね、忙しすぎだよね。だって1ヶ月30日ぐらいしかないのに、ね、平均で普通に簡単に割っても毎日3時間ぐらい、3時間以上。どんな仕事したいのって。仕事したくないですよ。そりゃあまあ家にいたいですけどさ、何がいいんだろうね。いや、本当どうにかしてて、わかるね、前みたいになってしまいますよって。そうない、もう家にいたいですけど、何しようかな。家でできる仕事、そう、在宅ワーク。いや、分からんな。でも意外と働き出したらね、できるかもしれないし。まあ分かんない。
まあ多分職はいくらでもあるからきっとなんとかなるだろうっていう気持ちで生きてます。きっとなんとかなるさって思っております。配信終わろうかな。ね、勉強しとかんといけんなと思うけど、もう勉強してなさすぎて。真面目だから仕事できそう。そう？資格持ってないです。まあでもなんとかなりそうっちゃなりそうですよね。逆にみんなどうやって仕事選んでるんだろうって感じです。みんなどうしてその仕事に巡り合ったのか。ピアノの先生は無理だ、そんなに技術はない。確かに運転免許は取らなきゃいけないけど、まだまだ。就活したってこと？確かに就活してないから難しいな。いや、まあその時はその時やな。探さなきゃいけなくなったら探します。仕事はまだいいや。在宅は実家かなって。でも実家一人暮らししたい気持ちもあるけどね。だからもう実家の近くで一人暮らししようかな。実家は悩ましいところだね。でも実家に住み着くならもっと部屋を掃除しなきゃ。実家を出たままの名残があるから高校生の部屋みたいな。でも実家はなんかいたらいたで結構めんどくさいかな。一人暮らししたいけど、まあそれもまだいいや。考えなくて。まあ広島には多分いないと思うけど、ね。じゃあ配信終わろうかな。実家にいると毎日早く結婚する攻撃、あるあるですね。じゃあ誕生日見ます。13位タカさん、12位ミヤリンさん、11位理化学研究所さん、10位コロンさん、9位ヤーくん、8位翼欲しいさん、7位おいもちゃん、6位ケンジさん、5位ゆうたパパさん、4位みきやくん誕生日イブ、3位どんちゃん、2位やするぱんさん、1位うどむさん、ありがとうございました。誕生日イブ明日ね、お祝いするから、ちょっと誕生日ひもたぎは一人で楽しんでください。ということでおやすみなさい。おやすみなさい。
そう、誕生日ラッシュなの、ファンの方の。また明日ね、おやすみ。